い、ボンジュー。私はベルサイユ宮殿から来たフランス人魚バニラです。はい、今日はいつもと違う場所ですね。今日はこんな可愛い背景で一体何をするかというと、もうすぐバレンタインということでお菓子作りをやっていきたいと思います。では今日は何を作るでしょうか。ヒント、小麦粉、砂糖、バター、粉砂糖。はい、それだけで、それだけで。さあみんなも一緒に考えて何でしょう。でももうクッキーしかないね。ああ、正解。でも普通のクッキーじゃなくて、私は結構いろんなお菓子作りを今までやってきたんだけど、めっちゃこのお菓子好きなんだけど自分で作ったことないなと思ったやつが、そういえば1個あったなと思って、毎回作ったことないものを作るようにしてるんだけど、今年はスノーボールクッキーです。イエー。だから粉砂糖があるんですね。これ最後にかけるから。はい、なんか作り方見たら意外と簡単そうだからできるかなと思って、はい、材料も小麦粉と砂糖とバターだけで、卵使わないし、あと寝かせる時間もいらないって書いてた。だからめっちゃ簡単そうだなと思って、今からやってみたいと思います。じゃーん、着替えてきました。かわいいハートのエプロンちゃんです。かわいいよねこれ。かわいい、コスプレっぽい感じで、めっちゃバレンタインっぽいでしょ。これを着て今から作りたいと思います。では今から、材料をはかりにかけていきたいと思います。なんかレシピに書いてある量は、転売、あ、転売じゃない、転売ってなんだよ、鉄板。鉄板1枚分16個かける4にしようと思って。お菓子作りって体力がすごいいるの。普通の料理よりムキムキになるの。お菓子作りってマジで筋トレだから。髪の毛まとめとけばよかった。先にまとめるんだった。髪の毛まとめることを忘れて持ってきてない。こんな感じでまずは振ります。よく友達に配ってた。みんなパティシエになったらいいのにって言ってくれてたんだけど、うん、そこは趣味で行きたかったんだよね。仕事にはしたくない。あ、ある、ね、好きでやりたいやつ。この砂糖もちょっと古いです。これね、でもね、久々にこの砂糖を開けたの。そしたら全部一つの塊になっててやばいと思って、あの事前にクッキングペーパーに水を浸してそれを中に仕込んどいた。だからこんだけ治った。クッキングペーパーに水を浸したのを入れとくと、砂糖がなんで固まるかっていうと乾燥するからであって、だから湿度を与えてあげれば元に戻る。ガンってやっても壊れないぐらい固くなってたのが、1日前に仕込むだけこんなに違う。今見えてないけど、あ、こう小麦粉の上に砂糖が今入ってて、本当はここ無塩バターを使わなきゃいけないんだけど、家に有塩バターがあって、でこのレシピの中に塩を一つまみっていうところがあるんだけど、有塩バターを使うことによってちょうどいいかなと思って有塩にしました。こんな感じでこれをレンジでチンして溶かします。はい、でチンして溶けたこのバター 200g、 本当は無塩を使ってくださいね。これをさっきふるいにかけたこちらの途中で諦めた砂糖が上に乗ってるんですけど、この中に溶かしバターも一緒に入れます。熱い。膝にバターがかかった。こんな感じ。よし、こんな感じかな。
とりあえずじゃあ鉄板に、クッキングシートを敷きます。手袋をして、はい、こんな感じで、で大きさとしてはスノーボードとか多分このぐらい、こんな感じで丸を作って、これ全部丸めるの大変やな大変でも昔作ってマジこんな感じ。なんか何年か前にダッフィーちゃんのクッキーを作ったの。ダッフィーちゃんクッキーはちゃんと顔と体も作ったので、顔のとこはちゃんとココアパウダー使って色も分けて、でその体のとこはダッフィーちゃん感を出すためにモフモフしてるじゃん、ダッフィーちゃんって。そのためになんだっけ、健康にいいやつ、それは筋肉の人ね、あなたはそうかもしれないけどなんだっけ、なんかグラノーラ系のやつあるじゃん、あれなんて言うんだっけ名前、あ出てこない、やばい、ちょっとなんか米の代わりに使ったりするやつ、ダイエット食とかで、オートミール、あオートミール、ーよく知ってるね知らない人だと思ってそうオートミールを使ってダッフィーちゃんのモコモコ感を再現してっていうクッキーを作ったんだけど、本当に顔とかめっちゃ作るだけでめっちゃ時間かかりすぎて、なんかとんでもない、なんか生地が出来上がった状態から焼き上げるまでに形作るだけで4時間ぐらいかかったの覚えてる。マジで永遠に終わらんと思った、大変だったな。ではに比べたら全然今回は緩い。昔クッキー作ってた時に卵を入れ忘れたんだけど、逆にそれがみんなに受けてめっちゃ美味しい、どうやって作ったのって言われて、えクッキーの作り方に卵忘れたらいいよってあえて卵なしにしたらこれになるからって言って。卵がなかったらどういうことになる？この状態、本当にスノーボールみたいなちょっと固めのガリッとした感じのクッキーになるから、卵を入れることによって膨らんじゃうの。卵って膨らむ性質があって、入れるとだからちょっとサクフワって感じのができちゃうんだけど、卵入れなかったら、言ったらビスケット、クッキーとビスケットの違い。ビスケットは多分卵入ってないと思う、売ってるやつとか見たら多分、うん、まあああいう食感になる。私が最初に作ったサイズ、レシピのサイズちょっと違うねでもこういうのやってるとなんかすごい時間を忘れるんだよね、やっぱり集中すると気づいたら朝になってるじゃーん、あ、転がった。これをまず第1回目1軍いってきます。170度、じゃじゃーん、焼けました。第1弾いい感じ。結局大きかったせいか10分プラス10分かな、20分焼きました。これが冷めてから粉砂糖かけるんだけど、ちょっと中まで煮えてるか、あ、第2弾ちょっと待ってはい、じゃあ焼き上がったやつをちょっと1個食べてみます。中まで焼けてるかな。うん、ちゃんとサクホロ、うん、ちゃんと焼けてる。はい、全部焼けました。完全に冷めてからシュガーパウダーを振りかけなきゃいけないから試してみます。いきます。どんぐらい出るんだ、どうです、あ、美味しそう。すでにスノーボールだわ、これはなんか店で売ってるやつ。
と試食。うん、めっちゃ美味しい。すごい店のやつじゃん。でもマニ好みにするにはもうちょっと、もうちょっと甘くして、なんか店のやつをもっとなんか白いって感じするから。すごい、こんな簡単にできるの。買わなくていいじゃん、楽しいし、店じゃん。じゃあちょっと味見してください、うん、試食意見を聞かせてください。うん、めっちゃ美味くない？美味しい。なんかもっと砂糖いっちゃってもいいかな。美味しい、うん、美味しい。店やん、店開けるこれ。うん、大成功。これをマニちゃん的ちょっとラッピングを、このなんか100均で買ったダイソーのなんかプレゼントバッグミニ45枚入りのやつに、このこれもダイソーで買ったなんか紙、なんかおしゃれな紙を切ってこういう感じで中に入れて、これ入れたらおしゃれじゃないかなと思って、でも本当はワックスペーパーを使いたかったんだけど、ワックスペーパーを用意できなくて、油を吸収されるとちょっと汚くなりそうだけど、砂糖をかけたからなんかなんとかなるかなと思って。すごくない？おしゃれ、完成。こんな簡単にできるんだったらみんな絶対作った方がいい。だって材料5つしかいらないの。ということで、それをみんなにバレンタインに配ります。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあねー、みんなハッピーバレンタイン、バイバーイ。